まずこのクラブスローガンでございますが、ご覧のように総力結集というふうにいたしました。これはクラブとしての造語でございます。作った言葉であります。でまずこの総力の総なんですが、総という字そのものはですね、字義としては非常に深い青い色、あるいは濃い青色といったような意味があるそうでございます。それでこの総力、青い力、片荒れ富山を本当に今までバックアップしていただきました多くのステークホルダー、例えばファンサポーターの皆様であったり、あるいはスポンサー株主の皆様であったり、あるいは行政の皆様方、そして一般市民の皆様方、多くの皆様方に片荒れ今まで支えていただきます。そうした方々の力、それを総力、青い力というふうに表現させていただきました。そしてまたこの結ぶ結集の集は普通は集めると書くんですが、私もプロの作家集団でございますので蹴るという字をつけて結集とさせていただきましたけれども、この結ぶというところ今ほど申し上げました多くのステークホルダーの皆様方の力を結びつける、そしてそれに対して私どもその後押しにですね、力を得て私どもチームスタッフ一同が力を合わせて、勝利に結びつけていくというか前進に結びつけていくといった思いを込めて総力結集というふうにさせていただきました。どうか一つよろしくご理解のほどお願い申し上げます。次に私の方からこの2014シーズンに向けての目標をいくつか申し上げたいというふうに思います。まずその前にですね、クラブといたしましては J リーグに昇格をいたしましてからこれで5年を経ました。そして今年2014シーズンは次の5年に向けて、要するに10年に向けての最初の後半のですね、1年に相当するということで、ある意味では非常にまた重い1年というか意義のある1年にしたいなというふうに思っております。で昨年は J リーグ創設20周年を経たわけでございますので、そういった意味で私どもまだまだ他の選考クラブからすればですね、まだ中に着いたばかりというふうに思っておりますけれども、次のその5年については今までのその実績経験をもとにですね、次の成長に向けての5年にしたいなというふうに思っております。それでまずそのチーム成績についてでございますが、昨年は15位を目指しました。そして、昨年、資金の中期目標を、クラブとして、一応検討いたしまして、目標を15位に出させていただいたんですが、結果はご案内のように18位ということでございます。で、昨年15位、そして今年はですね、10位を目指す。そして、来年はですね、新幹線がやってまいりますので、かねてから申し上げておりますように、プレーオフ進出を目指すというふうに申し上げておりますので、6位以内というような今その構想を抱いておりまして、この2014シーズンはぜひともですね、10位必達という形でチームの方に天間監督以下チームの皆さんに達成できるようにですね、ご努力をお願いしたいというふうに思っております。その次に、補強等につきましては、また監督さんの方からですね、天間さんの方からいろいろとまたお話あろうかと思いますので、いろいろご質問いただければというふうに思いますが、私といたしましては、この10位を目指していくに、十分な補強ができたのではないかなと。いうふうに思っております。一つは非常に実績のある選手、技術のある選手にまた加わっていただいたというふうに思いますし、また何よりもその今までどちらかというと片荒れは静かな集団というか闘志を秘めた集団だったんですが、いろいろと
を声を出してですね、チームを引っ張っていただく選手も、元気のいい選手も進め加わってくれたように思いますし、まあ、何よりも、まあ、全体のレベルを上げることがこの補強でできたのではないかなというふうに期待をいたしております。あとそうですね、今回の補強で十分だというふうには思っておりませんで、これ3月からいよいよシーズンが始まりますけれども、夏にはウィンドが1回開きますので、チームの状況を見てですね、補強すべき弱点が明確になればですね、しかるべき適切な対応を取ることも視野に入れながら状況を見つめていけたらいいなというふうに思っております。それから次に、2点目、集客目標なんでございますけれども、昨年度は4000の目標に対して、4474ということで、まあ、大きく目標をクリアすることができました。ただ冷静に分析をしてみますと、ガンバ大阪戦の影響が非常に大きく出てまして、得意要素が入ってたのかなというふうに思っています。まあ、その影響は約500ほどあるというふうに認識をしておりまして、ガンバを除けば4416名と記憶しておりますけれども、まあ、約4000人ぐらいが私どもの実力かなというふうに思っておりますので、2014シーズンはもう一度4500にですね、挑戦をしたいというふうに思っております。で、まあ総数でいくと9万3000を超えておりますので、本来ならここを10万人ぐらいを目指すと言いたいところなんでございますが、やはり私どものクラブ着実に地に足をつけた成長を遂げていきたいというふうに思っていますので、まず今年は4500をクリアしないと当選はないというふうに思っていますので、4500を一つでいきたいなというふうに思っております。それから3点目、これはクラブフロント側中心になんでございますが、まあ、私の自身の目標でもあるんですが、経営の黒字化といいましょうか、健全経営の維持というか、これをもう一度今年もですね、ぜひこれやっていかなきゃいけない。まあ、これは何も去年今年だけのお話ではないんですが、ずっと続いていくことだろうというふうに思いますが、おかげさまで、ファンサポーターの皆様方、そしてスポンサー株主企業の皆様方からですね、大変な多くの皆様のご支援をいただきまして、2013シーズン、なんとか黒字化の目処が立つというか、黒字化できそうだというふうに思っております。まあ、3月中旬ぐらいには、あるいは失礼、総会が終わります。4月ですので、4月ぐらいの公表になるかと思いますけれども、少しそういった意味では経営面におけるですね、黒字化の数字をお示しできることになるのではないかなというふうに思っていますが、まあ、そういった意味で、まあ、かなり今まで苦しい状況でございましたけれども、なんとか黒字化できそうだなというふうに思います。まあ、これを単年度で終わらせるんじゃなくてですね、しっかりと2014年も黒字化を目指して、事業運営に当たっていくべきではないかというふうに思っております。まあ、今年は先ほど申し上げましたように、かなり思い切って本当にクラブの意思としてですね、実力のある技術のある選手を中心に全体的なレベルを上げるために相当投資をさせていただきましたので、実情はなかなか厳しいんでございますが、それを跳ね返してですね、引き続き健全経営の維持に努めてまいりたいと、こういうふうに思っております。私どもクラブとしてですね、2014シーズンから新たにサポーターの皆様方、そしてスポンサーの皆様方、そしてクラブ、この3社が一体となってですね、CO2 等の、その温室効果ガスの排出を
埋め合わせるというそういうあのプロジェクト、エコプロジェクト、カーボンオフセットと言ってますけれども、これを実施をしたいというふうに思っております。この取り組みにつきましては、環境省によるカーボンオフセット認証というのも取得済みでございます。具体的に申し上げますと、2014シーズンにおけるそのキャンプ、あるいはアウェイ遠征などで、これは当然、いろんな交通手段を使うわけですが、そこから排出するその CO2 を、要するに国内各地に移動する際に排出する CO2 を、ホームゲームを見にいらしたお客様1名あたりですね、1キログラムの CO2 クレジットをクラブが購入をして埋め合わせるというものでございます。例えば昨年の数値で例えますと、昨年の入住者数というのは93,960名でございますので、昨年と同じ入住者数が今シーズン入ったとすれば、クラブとしては93,960キログラムの CO2 を、クレジット購入するということでありますので、大まかに申し上げますと約94トンの CO2 のクレジットを購入をしオフセットするということになります。ちなみにこの1キログラムの CO2 の容量というか容積というのはどういうものかと言いますと、大体聞くところによりますとサッカーボール約100個分の体積に相当するということでございますんですが、ささやかではございますけれども、まずそのクラブとして、今ほど申し上げましたファンサポーターの皆様方のご協力、そして、スポンサー様のご協力を得てですね、まず身近なところから環境に優しいその政策に、国の政策に少しでも協力をしていきたい、取り組んで一緒に取り組んでいきたいというふうに思って、こういうことを、2014年から取り組みたいというふうに思っております。それでクレジットの購入先なんでございますけれども、オフィシャルパートナー、私どものオフィシャルパートナーでございます、そのアイザック様のエネルギーセンターで発電されます、その廃棄物発電をで起きたその発電量、これをクレジットとして購入をするということでございまして、ぜひ CO2 削減でですね、こういった再生可能エネルギーではありませんが、こう廃棄物発電のこういったものを活用して CO2 のオフセットを進めていきたいというふうに思っております。こういった活動が県民の皆様方にですね、環境に、CO2 削減へのその啓発の一助になればいいなというふうに思いますし、また多くの皆様が、一人でも多くの皆様がスタジアムに足を運んでいただいて、一緒にこういったようなことに取り組めればいいなと、一人でも多くお越しいただけば、それほどそれだけ多くの CO2 削減に貢献できるということでございますので、ぜひチームを応援いただきながらですね、一緒に環境保全というものに取り組んでいきたいなというふうに思っております。本当にトラウトチーム力を合わせて、この2014シーズン、頑張っていきたいというふうに思っています。今年はワールドカップ年でもありますし、ご案内のように、富山第一高校さん大変なご活躍でございます。これは本当に同じ県民としてですね、私自身誇りに思いますし、大きな動機づけをいただいたというふうに思っております。我々、J リーグプロのサッカー球団でございますので、次元は全然違いますけれども、先ほど申し上げましたように、しっかりと結果を出してですね、まず10位をクリアをして、来年昇格の一つの関門であります、そのプレーオフに当然進出できるような力を今年ためたというふうに思っております。そういったようなことで、熱く燃えていきたいというふうに思っていますので、どうか一つよろしくお願いいたします。